兄貴。畜生。
てめえがベアトリーチェか。やっほーい、バトラここにはわらわとお前以外の誰もいねえぜ。ヤギのカグどももいなければ、悪魔の執事もお師匠様も、我が親友の悪魔もいない。そして、我が肉体の蘇生を手伝う黄金の蝶たちもいなければ、魔法陣もない。召喚者の立ち会いもない。その意味が、そなたにわかるかな？さっぱりだぜ。寝言言ってろ。そなたとは確かにこの世界でも何度か会えては来たが、まるですれ違うかのように。知っての通り、この人間どもの世界はただ貴様らが存在しわらわを疑うだけで、それは膨大な毒素となる。まるでそなたというキングに対して守りを固める堅牢の城壁のようよ。それをわらわは何度もゲームを重ね、駒を一つずつ進め、切り崩し、追い込み、じわじわとそなたの城壁を切り崩していく。そしてようやくわずかな隙間を開き、そこからわらわはビショップを送り込み、そなたのすぐ近くに近づけるようになった。しかし知っての通り、ビショップは資格のある駒だ。黒のビショップは、そなたが黒きマスにとどまる限り絶大な影響力を発揮するが、そなたがひょいと白きマスに一歩逃れれば、わらわはそなたの隣に接することはできても接触することはかなわぬ。だからわらわはそなたが白きマスにとどまれぬようさまざまな駒を送り、そなたの隣の黒きマスを支配するわらわの前に弾き出されるようにゲームを進めてきたの。しかし今やそなたの城壁はぽっかりと穴を開き、わらわはビショップではなくとうとうクイーンを送り込むことができた。クイーンがどういう駒か知っているか？飛車プラス角だろ。言いてえことはこうか。今やお前は黒い魔女幻想のマスだけでなく、白い人間世界のマスにまで自由に侵食できるようになった。その通り。どなたはわらわの眷属である黄金の蝶たちが存在するマスのことを魔女幻想と呼び、観測者なき非現実と仮定して否定してきたのだろう。知っておるぞ。だからこそわらわはこうしてとうとう白きマスへ降臨した。安心しろよ。黄金の蝶もヤギたちも悪魔も魔女も後でいっぱい呼んでやるぜ。どなたが望むならわらわの黄金郷へ招待してやる。そこで何でも願いを叶えてやろうぞ。どうやらこの島の茶壺はインク壺でもぶっかけちまったみたいだな。なるほど、それも愉快な表現よ。すぐにそなたもそのインクに染まる。やがては真っ黒に染まる。必ず黒き金になる。そなたは今インクの海に溺れる哀れな存在であるな。いや違う、島がてめえのインク壺で全て真っ黒に染まっちまったことは認めるが、白いマスまだ残ってるぜ。ほう、どこに？俺の足の裏にだぜ。お前の魔法のインクが島中を覆い尽くそうと、俺が踏みしめる足の裏までは覆えない。いけん、この島が真っ黒に染まろうと、俺は俺だ。白いマスをこうして踏みしめて立っている。
さあ、この雨の中、そなたが風邪をひくまで待つのも面白い。そろそろ本題に入る。そこに箱があるのだ。そなたへのテスト、その中に入る。待ちな、俺はもう今さら次期投手が誰かなんてくだらねえゲームに興味ねえぞ。俺のゲームはクソジジイとお前とみんなを殺した奴ら全員にそれぞれ顔面パンチをぶち込むことだ。わらわのこのバルコニーまで空を飛び上がってくるという、それは良い、それは良い。ならばほら早く来いよ。ほらほら、タンタン。絶対安全な場所に嫌がるからって余裕ぶっこきやがって。今からそこに行くぞ。首を洗って待ってやがれ。あーん、ダメだ、鍵がかかっている。もちろん窓を全て鎧戸を下ろしてやる。そなたが短期で切り込める。わらわの城はもろくはない。用意周到なやつだぜ。鍵はどこだ。そんなにわらわのすぐ隣に行きたいのか。いいぞ、そなたがテストに見事合格できたら謁見を許そうではない。合格ということはそなたこそが次期当主、そしてわらわの次なる主。わらわの肉体も魂もどう扱おうとそなたの自由。わらわは所詮は後宮家の家具なのだから。どうやらテストってやつをどうしてもやらせたいらしいな。いいぜ、受けて立ってやら。合格したら最初のご褒美はてめえに顔面パンチだぜ。それは怖い怖い。旦那、暴力に支配されるのも嫌いではないぞ。わらわの頭をこうわしづかみにして苦痛に表情を歪めさせ、たかがその爪で獲物を引き裂きかきむしるようにわらわを蹂躙してくれよ。ああ、若き日の金蔵をもう一度思い出させておくれ。わらわにこの千年の生涯でただ一度支配され屈服し家具に落ちる喜びを教えてくれたあの日のことを思い出させてくれよ。酔っ払いね、ラチが開かねえ。そうだ、それを開き中に手紙がある。それを読むのだ。随分と物騒なことが書かれてるぞ。それより2番目が空欄になってて誰の命か分かりゃしねえ。うん、その2番にその者の最も愛する者の名が入る。ジェシカのテストにはカノン、ジョージのテストにはシャノンの名が入った。彼らについては思い人がはっきりしていたからあらかじめ名前を記入してやれもしたが、
そなたの思い人をわらわは知らん。だから誰の名を書けばいいやらわからず、空欄とさせてもらった。そいつはちょうどいいや。愛してるぜ、ベアトリーチェ。お前の名前をここに突っ込んでいる。何の勘も言ったって、親父に育ててもらった恩は、親父が再婚したからってチャラになるもんじゃね。親父は養育費は常に送り続けてくれたそうだし。おいおい、ちゃかすなちゃかすな。なあ、頼むよバトラー、お前の思い人の名をわらわに教えてくれよ。じゃないとテストにならぬではないか。悪いな、俺に特定の女はいねえぞ。仮にいたって誰がお前なんぞに話すもんか。そういうことでは、このテストはそなたに成立せぬ。残念残念。そなたの思い人がどのような女、好みくらいは気になったのだがな。俺が黒髪長髪のまな板少女がいいって言ったらどうする。お前とは一つも一致しねえぜ。嘘をつけ、このおっぱいソムリエが。金髪のダイナマイトバディがいいんだろ。わらわがまさに理想の体現ではないか。お前のスリーサイズを当てるのが次期投手のテストだってんなら、喜んで挑戦してやるぜ。そうそう、次期投手のテストであったな。そなたと喋るのが楽しくて、ついついさっきから脱線してしまうわ。それでは次期投手のテストを始める。そなたに後ろ宮家次期投手としての資格があるかどうかを問う。心して答えるがよい。我こそは後宮家顧問錬金術師、黄金の魔女にして無限の魔女、ベアトリーチ。後宮家の家督と我が黄金のすべてを継承する資格があるかどうか、それをわらわが問う。そなたの名を名乗るがよい。後宮バトラだ。よろしい、後宮バトラよ。しかしそなたはその後宮の名をこの6年捨てたである。それはなぜか。クソ親父に愛想が尽きたからさ。知っている、父親の再婚がそなたの敬愛する母親の死を冒涜したように感じたからである。なるほど、新しき母はそなたと何の血のつながりもない。そなたがその母を受け入れられぬ気持ちはわからぬでもない。しかし父親が誰と再婚しようとも、そなたとの血のつながり